音符姫。いろんな曲をお届けいたしますのだ。リズムも楽しく。Thank you.
何が出てきたでしょうか。それはそれは、煙が出て、玉手箱というのは、昔で言う女の人が使う化粧道具だったそうです。開けてびっくり、玉手箱。真っ白けのおじいさんになってしまったとさ、乙姫さん。開けてびっくり玉手箱、あっという間のため頃、当たり前だのクラッカー。いろんな曲が転調したり、表紙を変えてアレンジできるのも当ピアノ教室ならではのコツでございます。後ろ向きで猫踏んじゃったも弾けちゃうし、楽譜がなくても弾けるのでアート。簡単な季節の曲をバリエーション豊かに変装したり、いろんなリズムで弾けるととっても便利、ああ便利。それでは後ほど、まったねー。本日私芸名を改め、誰がいかんな。広瀬すずみ、そうだわ、松田聖子にしとくわ。それではね、バイバイ。